浜野持ってるのって一条だけじゃん。一条だけですね。あのおっさんやったんじゃねえかな、隠してたし。あのおっさん人が殺したのか。加えてアマルさんは死体を調べたので、男性のポケットから川の想定の黒い手帳を発見します。お、手帳見ます。あれに落雷あり、 あれの動き鈍くなる、強い電気が弱点、しかし雷がどこに落ちるか予想できない、もう一度一条と話し合おう。アマルさん、なんかわかりましたか。こんなメモ見つけてさ、手帳手帳、うん、弱点が電気だから多分外のやつら電気が弱点で、あれって怪物のことだと思う。ただし雷がどこに落ちるか予想できないから、一条と話し合おうって言ってる人が殺されてるんだよな。この話したらあいつワンチャン攻撃してくる可能性あるな。これ以外は何かありますか。見つかったのは以上ですね。戻るしかないか。そろそろ10分経ちます。確かに確かに、バレないうちに戻ろうか。では上に戻るとパルティさんが動画を見せてるとこですね。まだ見せてる。まだ見せてる。長えな。エロいっすね。一条さん、たまんですね。好きやな。やっぱエロは時代を超えますね、一条さん。そろそろ見飽きた。あれ。拙者は修行に戻るとしよう。どれどいてくれ。でどいてくれって言って、あの戻ってきた二人と出くわします。そこで何しておった、主ら。俺らもさっきの動画を見てたのさ。さようか。あ、そこをどけ。そこはわしの席だ。あ、本当だ本当だ。申し訳ないな。おい、アマル。はいはい、話がある。なんすか。俺らも行こうぜハルティ。しぶしぶエロ動画を消して頑張ります。ナナ、どういうことがあったの。今までの歌くんと俺が見つけた情報を共有します。なるほど、雷をあいつらに当てればいいっていうことなのかな、うんうんうん、だと思う、うん、だとしたら俺に考えがあるよ。お、お、俺バカだけどいろいろ専門知識はあるわけ。マジかよ、さすがバカヨルルさん。専門バカ。おいバカバカ運転手。おい止めちゃおうかな、俺ブレーキしようかな。そうそうそう、ダメ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 ですよ、ダメですよ。なんか昔ね、習ったことがあって、車とかって電気地面に流れるようになってるの確か。ほう、へえ。だからバスの上に避雷針みたいなものを作れれば、雷をバス全体に流せて、その化け物を倒せるんじゃない。なるほどね。おお、頭いいじゃないですか。すげえ。笑い方来た。でも平石になり得るものって一条の刀じゃないって思ったんだけど。あ、それだですね。ねえ、それだ。だからやっぱあいつからパクっちゃう。一条と話し合おうって同じことを考えついたやつがいて、刀を貸してくれって言ったら断られて切られるじゃない。ああ、そういうことか。 ありえるわ。間違いなく戦闘になるから、もう一条には言わない方がいいと思うんだよね。だから、うん、もう取っちゃう方がいいと思うんだよな、うんうん、まあ、それか最悪アマルがバスの上立って平石になってもらったら、うん、うんうん、じゃあそれで行こう。おい俺死ぬやん。すぐバスの中とか戻ればなんか回復する。いやいや、バカか。俺があれだよ、7人岬になったら全員殺すからな。ニノとかと協力して5人で襲いかかって無理やり奪っちまえばもういいんじゃない。確かにな。勝てないかな。そう、刀があるから武器になりそうなものってありますかね、この中に。武器は見当たらないですね。ないか。でもなんか俺の中に入ってきた脳内イメージが、このバスはなんか対抗できるところまで護送するみたいなことを言ってたけど、はい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 、それはでもさ、一条なんて何百年何十年ぐらい乗ってってついてないってことはさ、つかなくない。もうないと思うんだよね。現実的じゃないな。待ってりゃつくのかもしんないけど、どんぐらいの年数待つのかっていう、うん、リズムさん、リズムさん、僕運転してるじゃないですか、はい、その周囲の景色とかっていうのは結構田舎道って感じですかね。そうですね、一度運転しだしたらあなたの思考パターンを理解して結構安全運転を自動運転してくれてますね。あれ、俺もしかしてアクセル踏んでない。はい、後からそのことに気がつきます。おバカじゃないの、ゆるさん、ずっと気づいてなかったのそれ。ああれ運転するふりだけしてたってこと。おいおい、そんな全然なんか探索とかできたじゃないですか。本当だよ、なんか自分運転してるからとか言って。もうなんで攻めるんだよ、気づかねえだろこんなん。もっと早く気づかん、さすがに。でもそれでも僕が頑張ってエロ動画見てる時にサボってたんだよ。なんで俺責められてんだろう。まあまあ、でもその平井心の案はマジででしょ、天才っす、うん、ね。あ、よかった、機嫌直って。では方針決まりましたか。刀しかないよな、一条説得するしかないくね。でも刀を手に入れられたとしてどうやって上につけるんだ。中からもう上にガーンって刺してさ、そうだ、ぶっ刺せば。なるほど、アマルさんとかが天井に張り付いて一条の悪口言って、そのぶっ刺してアマルさんもろともこう天井に刀を。オッケー、じゃあそれでいこう。一回じゃあちょっと死ぬだろって俺だから。これどうも一条に話したらダメなんかな。いや怒られるか。絶対ダメでしょ。切られるぜ。二の前になっちゃうか。でも確実なのは一条を殺すことなんだけども。じゃあ分かった。じゃあ一条ちょっと話しかけですか。お、なんて話しかけますか。ねえねえ一条さん。うざ。ねえねえ、例えばの話なんだけどさ。なんだ。
例えばほらあそこにいるじゃん三宅とかいう人が、あの人がさ刀貸してとか言ってきたらどうする？貸すわけがなかろうそうだよね、バイバイありがとうバカしかないしやっぱ無理そうです要はおい方針決まったのかよ。方針は決まりましたね。方法は？方法は一条から刀を取り上げる。うん、いいじゃん。それをどうやってやるかっていうところなんだよな。そんなんみんなで寄ってたかるとかさ、いけるかな。でも5対1なら。え、待って、一条ってさそもそも修行のために乗ってるんだったっけ？本人はそう言ってましたね。何の修行それ？煩悩みたいな。煩悩で言ったらさっき全く消えてなかったことになる。確かに違いない煩悩しかなかった一緒に隣に正座とかして仲良くなるとかダメか。じゃあゆるさんワンチャンある、それ、うん、ゆるさん絡んでないから私も一緒修行しますよっつって。じゃあ一回それでスパイみたいな感じで思想同じと思わせといて、戦闘始まったらゆるさんが後ろからもう裏切るでもそのこっち武器ないっすからね。俺襲うってなってもさないんだよな攻撃手段が。すげえ仲良くなって、めっちゃいい刀っすねちょっと見せてくださいよっつって一瞬借りたらもうその刀でスパーン。あり。え、もうご利用しない感じでいくしかない。なんかその後にあると思うんだけどな。いや確かに、いやこれ辺は最終手段っすね。考えた方がいいかもしれん。そもそも刀奪ってもさ雷になってないでしょ今多分。いやそうなんだよな。刀で殺すんだったら技能を振らなきゃじゃない。あーそうだよね。戦闘技能持ってる人っていないよね。近接戦闘一応57あります。おお。不意打ちなら確定で当たるとかはあります。でも俺侍恐怖症だもん。そうなんだよな。あーそうだ確かに。これ治ってないですかまだ。精神分析とかが誰かしてくれれば。あ、精神分析結構高い61あるけど。おお、じゃあ成功すれば。怖いよ。心理学とか使えなかったっすか？心理学は、まあ、発狂状態の人にどうこうはないけど、一条に対しては効果あるかもしれないですね。お、うんうん、心理学で一条の真意を問うというか、はい、多分修行っていうのは嘘じゃないですか。嘘くさい。なんか、うんうんうん、そこをこうなんかね、なんか隠してる。でもあれ倒したの絶対一条っすもんね。死体あるやつ、うん、聞く意味もないか、うん、じゃあ聞いてみるか俺が。一条さんどうも。なんだ。先ほど運転してて話しかけられなくてすみません。いろりでと申します。よくぞ発信させた。あのちょっとお話ししたいんですけど、一条さんあなたには仲間がいますか？この7人がおるではないか。そうですか。じゃあこの7人以外だとしたらいますか？この7人がいれば十分である。そうですか。まあ僕も今乗ってる人たちは仲間だと思ってるんです。特にこの3人、さっきね一緒に遊んできたんですけど仲間なんですよ大事な。それで？だから助けたいと思ってるんですよ。ならばこのバスの中でおとなしくしていることだ。でも僕たちには家族もいるし、守るべく人もいるんですよ。だから絶対に帰りたいんです。数年経てばその思いも消える。でも僕は帰したいんですけどね。何か知ってたら教えてくれませんか？お主らはもう全て知っておる。え？あの鬼人から修行としてわしと一緒にここで永久に過ごすのだ。今ので確信しましたよ一条さん。あなたはあの鬼人に仲間を奪われたんじゃないですか？何か勘違いしておるな。違うのか。私の言うことが聞けないのであれば、お主らをおとなしくさせることもできるのだぞ。すみませんおい僕あの運転席戻りますね。すみません。全然感情に訴える必要もなかったわ。ダメだな、敵だなもう、まあ、じゃあ今の会話の成果として、お、一条はもうあの怪物に心を奪われており、崇拝しているようなものまで感じ取りましたね、ゆるゆるさんは。なるほど、そんな感じするような、もうどうでもいいみたいな感じだったもんだ。倒すしかないってことか。それか刀を奪うかですね。刀って今どこにあります？一条の畳に座ってる一条の拳一個分なんか外側にこう固定してるんですかね、はいはいはい、対等してるわけではない。じゃあハルティ君が今経過されてないじゃん。ああ確かに。だから動画新しいのありましたよどうですかって言ってる時にもうバッて撮っちゃう3人がかりで結局一条なんとかするにはエロしかないのかニノは協力してもらおう。あ確かに。そうですね、確かに人手は多い方が。あと最後聞きたいのが、三宅さんが一条ぐらいまで行っちゃってるのかをゆるさん見てもらえないですかね。俺ゆるさんさっき感じ取れたから。三宅さんに心理学振ったら。じゃ あいいですよ。心理学振ります。なんで何も分からん。計り知れないですね任せて、俺こういうの得意だからさ。三宅さん。何？少し手相を見せてください。いや正直あなたたちにも触ってほしくないし近づいてほしくないからどっか行って。ダメ、めっちゃ嫌われてる。なんか知んないけど心を閉ざしてる。なんでだろう。エロ動画見せてんの見られたんじゃね。それか。三宅さんにエロ動画見せる意味ないだろう。あでも俺はそこまで関わり持ってないからワンチャン俺だったらいけるよね。確かに確かに。まず三宅さんの考えてることって、世界が汚れてるからここでおとなしくしておきたいっていう話だったよね。うんうん。だから協力はしてくれないか、うん、まあでもしてくんなそうではあるけど、一条レベルなのかっていうのを知りたいなっていう。一条になんかちょっと反感持ってたら、そこでこう共通の敵みたいな感じで取引できそうな感じは。確かに確かに。しますけど。三宅さんすいません。今度は何？先ほどちゃんとね挨拶できなかったんで、ゆるりると申します。ああ運転してくれた？ええ
それで何？ちょっとお話がしたいなと思うんですけど大丈夫ですか？いいけど。僕あの不純な人たちとは違うんで安心してください。何の用なの？三宅さん、このバスが気に入ってるっていう話だったんですけど本当に気に入ってるんですか？ええ、気に入ってるわ。それはもう外の世界が不純だからみたいな、もうここにいたいみたいな。ここでゆっくり世界が滅びるのを待っていればいいの。でも確かノストラダムスの予言を信じていらっしゃるんでしたっけ？そうね。でもノストラダムスって確か2000年に世界が滅ぶっていう大予言をしたんですよ。ええ、そうね。でも僕23年から来てるんですよ。2023年。わかりますか？わかるわ。ええ、だからあなたは予言が外れたと言いたいのね。そうです。じゃああの怪物は何？これからもたくさん、もっと多くのあの怪物が出てくるわ。それって何かソースがあるんですか？だって実際にあの怪物がいるんだもん。でもそれってあなたの感想ですよね。ゆるゆき。あの怪物がいるっていうのがあなたの中では感想になるの？事実を言ってるわよ私は。でも僕はその姿を見たことがないので。喧嘩してるよ。姿見てないじゃないですか。はいか家が答えてもらっていいですか？見えてないですよねあなたは。あなたの言うことに私は聞く必要がないし、結局あなたはどうしたいの？喧嘩してない。まあすいません、ちょっとあ、すいません、ちょっとヒートアップしちゃいましたね。言っておくけど私は実際にひろゆきさんに片白を回したことがあるのよ。大丈夫です。落ち着いてください。本当に本当に大丈夫です。僕はあなたの敵じゃありません。落ち着いてください。まず深呼吸。はい。はい。ってことで、まずその一条さんについてお話を聞きたいんですけど、一条さんのことどう思ってますか？一条さんは頼りになるわね。頼りになる。ダメだな。このバスのリーダーよ。まさかのそっち側か。二宮さんのことはどう思ってんだろう。確かに。二宮さんのことはどう思ってます？あの人は口だけね。わかります、わかります。口だけって感じしますもんね。あとあなたたちは心根がいやらしいわ。あ、それはあの3人なんで、僕は違うんですよ。喧嘩吹っかけたいのか怪獣したいのかどっちなの？はいか家で答えてくれる？まあ正直言うとはいなんですけど、はいなの。まずあなたの真意が聞きたかったんですよ。だからちょっと話しかけたんですけど。そう。じゃあもう分かった？他になんかある？みんな。三宅さん、あの一条の下見たことあるんですかね？ああ確かに。あそれだ。あの耳打ちします。近づかないで何？めっちゃ嫌われてる。じゃあ分かりました、分かりました。近づかないんで文字見せます。声を出さないでください。あの人は人を殺してます。4人。それで？必要だったんでしょ？頼りになるじゃない。ダメだな。歌くんがなんか得た情報とか教えてあげてみれば。あ、ノストラダムス全然関係ないっすよみたいな。あ、ね、なるほどなるほど。実はさっき下に行って調べたんですけど、あなたも多分感づいてますよね。何かやってたわね。その時に知った情報なんですけど、このバスはさっきの怪物から守るためのものなんですよ。やっぱりあなたは気づいていたんですね。だからノアの箱舟だと思ってるからね。そうですか。でもあなたの勘違いですよ。あなたはさっきあの怪物はノストラダムスの予言のそういう使者だという感じで言ってたじゃないですか。まあそうだと思ってるわ。でも違うじゃないですか。このバスを狙ってるんですよ、あの化け物は。それはここが選ばれた市民たちが入ってるバスだからでしょ。あなたは本当に選ばれたと思ってるんですか？偶然ですよ。そうなんでそういう風に結論になるんですか？喧嘩だ。あなたはふさわしくないみたいだけどね。いや、ふさわしいから乗ってるんじゃ。そう、めちゃくちゃ喧嘩してる。じゃあやっぱり選ばれたってことよね。え、あなたの理屈で言うとそうですけど。めちゃくちゃ喧嘩するやん。一番相性悪いということで、続きはアマルが喋ってくるんで。最悪やね。三宅さん無理だな。なんか宗教じみた何かを感じましたね。一条と同じだね。三宅さんも敵になる可能性あるから、二宮さんに捕まえといてもらうことってできるかを聞きたいですね。俺か？うん。まあじゃあ分かったよ。まあ女子供になら勝てるよ。あ、本当に？お前今んところ何も役立ってないからさ、頼むよ。俺が先に声かけに行ったら俺が切られたんだから何もやってないってことはねえだろ。あ、そうか。切られてくれてありがとう。ナイス切られ。ちゃんとやれよ。頼んだぞ。任せろ。じゃあいよいよ行きますか。ハルティエロ動画大作戦。そうだ、俺がキーマンになった。あなたたちの作戦はエロ動画で気をそらしてその間に刀が奪えるかどうかということですね。はい。聞くとなんかですが、クイズみたいになっちゃった。ですげ。結構今晴れてる感じですか？外は。運転して曇ってる方に行くことも、まあ、もちろんできますよ。じゃあこれはそっちの方に向かってった方がいいな。なるほど、うん、そういう風に意思疎通させてバスと。あ、ではバスは天候が荒れてそうな方に向かって駆け出しました。待って、高速みたいな技能ってありますか？羽交い締めじゃないけど。まあ普通近接戦闘に成功する必要がありますからね。高い人誰だろう。57あるが侍恐怖症の近づけ。なるほど。じゃあ歌くんがこうかすめ取るみたいな。なるほど、うんうん、刀取ってもらう歌くんで、僕が気引いて刀奪うのに近接戦闘を使うって感じですか？刀奪うならどっちかっていうと、まあ季節戦闘もいいけど手さばきとか隠密とか。あ、隠密65あります。あ、いいですね、ふさわしいですね。いい。動画を見せて魅惑に成功したら歌さんの隠密にボーナスダイスを追加とかどうですか？おお、いいっすね。で刀を奪ってたら羽交い締めにボーナスとかね。うんうん、うん、なるほど。一個だけ、こいつ一条はなんだかんだ我々を守ろうとしてる感じあるじゃないですか。で首
首を切ったら死ぬみたいなこと言ってたじゃないですか。言ってた。ってことは三宅さんを人質にすればいいんじゃない。いや動じなさそうだな。三宅さんが死ぬことがなんかその一条さんのデメリットになるのかっていう。聞いてみる一条さんに。それ三宅さんどう思う、ぶっちゃけ可愛い、うん、みたいな。あ、じゃあ俺行きますわ。うん、うん、なな一条ガチャ。いや大丈夫違うよ。なんだおい、お前さ、なんだおい、お前本当は好きなやついんだろ。何の話だ。お前がさっきから三宅チラチラ見てた。お前三宅のこと好きやろ。死にたいのか。あ、違うみたいです皆さん。いや今のはなんかアバルさんへの敵意がありすぎてよく分かんなかったな。三宅さんがバスを降りようとしたらどう思うかと聞いてみたいなことですか。一条さん、今度は何だ。あなたが僕らに対して思ってることは分かりました。ありがとうございます。まずは感謝させてください。ああ、それで、まあ万が一ですけど化け物が襲ってきて三宅さんが殺されそうになった時って助けてくれたりしますか。このバスは走り続ける限りあの怪物に襲われることはない。そうですが万が一ですよ、入ってきて襲われたら。かつてこのバスがまだ船の姿をしておった時、あれに体当たりを仕掛けたことがあってな。だが体当たりでは動じることもなく、それどころか反撃を受けて仲間の半数が犠牲となった。拙者の片腕もその時に食われたのだ。石腕だったんですかこの人。シャンクス。そもそも人が鬼人と戦って勝てるはずがなかろう。もし食われたらそれも定めよな。無阿弥陀仏、な無阿弥陀仏。その時に仲間の半数ってことは下の死体。ちょっと待って、一条がやったんじゃないってこと。でも鋭利な刃物。その化け物はどういう感じの攻撃をしてきたんですか。まさしく複数ある口で食らいついてきよったわ。下とは別じゃないか。待って、じゃあもし協力して鬼人倒そうって言ったら協力してくれるか聞いてほしいです。一条さん、そんなに仲間の半数殺されたってことは恨んでるんじゃないですか。恨む、恨みだと一切ない。あれは修行に必要なものだ。じゃあその鬼人を倒せる方法があるとしたらどうしますか。ジュルリルさんの腕飛ばします。うわどうも、アマルです。今回のコメントはこちら。質問でーす。アマルさんはご自身の探索者をどのように考えて決めてるんですか。はい、これね、皆さん、見てくれてる皆さんは気づいてるかもしれません。はい、適当です。その時に思いついた探索者をパッと決めてることが多いですね。っていうのも、結構細かく作り込んじゃうと、作る時が大変になるのと、自分で覚えていられないだろうというところから来ています。しっかりと理由があります。適当なのには。ということでね、皆さんも適当に感想じゃなくても質問じゃなくても何でもいいんでコメントはください。嬉しいんで。ということで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。